チェスターフィールド軍はアメリカ合衆国バージニア州の中央部東に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は316,236人であり、2000年の259,903人から21.7%増加した。バージニア州の軍と独立市の中では人口第4位である。軍庁所在地は 未編入の町であるチェスターフィールドであり、同軍に法人化された町はない。国勢調査指定地域で人口最大のところはチェスターである。リッチモンド・ピーターズバーグ地域にあり、都市圏としてはリッチモンド大都市圏に属している。軍北部の多くはリッチモンド都市圏のサウスサイドと呼ばれる地域にある。1607年にジェームズタウンが設立されてからまも、 第17世紀初期、イングランド人開拓者と探検家が他の地域への入植を始めた。この植民地で開発が積極的に進んだ地域の一つが、トマス・デール教の誘導下に設立されたヘンライカスだった。その指導には、バージニア・インディアンや開拓者の子供たちを教育するためのカレッジも含まれていた。デールは、ハモアーズと呼ばれる男たちを伴っていた。 これらオランダ戦争の退役兵は、ジェームズタウンの開拓者よりも武装が優れ、訓練もなされていた。デールはその場所について、ジェームズタウンから80マイル上流で、新しい街を作るための便利で強力で、健康的で心地よい場所を探した。そこに主要地点を移動させるかもしれないものを作る、ためにと記した。今日そこは、ファラスアイランドと呼ばれ、広さ5000エーカー。 ジェームズ川の岸の長さ7マイルの地境となっている場所だった。イングランド人開拓者は間もなく川岸から174ヤードの幅に防柵と堀のような溝を作って入り口を守った。デールはその新しい開拓地をイングランド王ジェームズ一世の長男で皇太子のヘンリー・フレデリックス・スチュアートにちなみヘンライカスと名付けた。1619年に完成した。 ヘンライカスシティは三本の道路に枠組みのしっかりした家屋、一船の教会、倉庫、病院一つ、物見ラがあった。1619年はバージニア植民地にとって分岐点となった年だった。ヘンライコなど四つの大きなシティが形成され、そのうちの一つに現在のチェスターフィールド群が含まれていた。同年、アメリカでは 初のホーリングクリーク鉄工所が、ホーリングクリークが、ジェームズ川と合流する点のやや西に設立された。1622年のジェームズタウンの虐殺で、インディアンがイングランド人を追い出そうとして、イ来シティや、鉄工所を破壊した。町も鉄工所も再建されなかった。植民地に、カレッジができたのは1693年になってからであり、首都で、 現在のウィリアムメアリー大学が王室の認証を受けた。1634年、国王の命令でバージニア植民地に八つのシャイヤが作られた。その一つがヘンライコ軍であり、ジェームズ・ガー・リ岸にある広大な領域を取り込んだ。1749年5月25日、バージニア植民地議会がヘンライコ軍を分割して、新しくチェスター・フィールド軍を設立した。 最初の軍庁所在地は、チェスター・フィールド・コートハウスとされた。レコンストラクション時代の1870年から1876年に、軍庁舎がマンチェスターに移されたが、それ以外は、チェスター・フィールド・コートハウスが、軍庁所在地であり続けている。マンチェスターは後にサウス・リッチモンドに取り込まれた。議会は、この新軍に、イギリスの国務大臣第四代チェスター・フィールド伯爵。 フィリップ・スタンホープにちなみ、チェスター・フィールド軍と名付けた。チェスター・フィールド卿はそのマナーと筆跡の良さで有名だった。ぶしつけな言い方を避けるためによく使った言い回しは、侮辱よりも傷の方が先に忘れられるというものだった。後世に、シガレットのチェスター・フィールドという名前はこの軍の名前から取られた。世界恐慌の百三十九年、バージニア州警察がその事務所を、 リッチモンド市中心街からアメリカ国道65五線の西3.5マイル、65エーカーの土地にある7室の農家に移した。この建物は管理本部と宿泊所として使われた。州警察はその後、ここに新しい管理本部と学校を建設した。アメリカ独立戦争の前、ウォーウィックという繁栄する港町がホーリングクリークとジェームズ川の合流点の北西に、 あった。戦中に破壊され、再建されなかった。現在は、デュポンのアンプトヒル施設が近くにあり、公開されていない。またもう一つの港町としてアポマトックス側の北岸、現在のポイントブロックス公園近くに、ウォルトホール港があった。軍内ミッドロシアン地域での石炭採掘は18世紀に始まった。1701年頃、この地域に入植した。 フランス人ユグノーが石炭を発見した。その地域の土地344エーカーの土地を購入していた裕福な農園主、ウィリアム・バード2世の1709年の日記には、石炭省が大変良い炭鉱を見つけ、数世代にわたって供給できるほどあると記していた。商業屈作は1730年代に始まり、独立戦争の時、ウエストハムで大砲を作ることに貢献した。 軍内のマンチェスターターンパイクは1807年に完成し、州内では最初の砂利式道路となった。この有料道路はホーリング、クリークの水源に近いミッドロシアンの炭鉱地域からジェームズ川のマンチェスター港の間に敷かれた。現在のミッドロシアンターンパイクは概ねこのルートをたどっている。バージニア州公共事業局は1816年に設立され、 19世紀の州内の内陸交通改良を助け資金手当をする政府機関だった。この時代、民間企業に公的資金を投入するのは普通のことであり、現在の公共事業会社の先駆けとなった。土木技師で教育者のクラウディウス・クロゼットは、バージニア主管学校設立に貢献し、公共事業局の主管技師、後には技師長になった。 クロゼットは現在ウェストバージニア州に含まれる地域も含め、州内の多くの運河、有料道路、橋、鉄道の計画と建設を監督した。公共事業局は新しい有料道路を部分的に作り、資金手当をし、民間企業が運営して通行料を集めた。マンチェスターピーターズバーグ有料道路は現在のジェファーソン・リビスハイウェイの大半をたどっており、 有料道路の一つである。チェスターフィールドのマンチェスター地区における運河が建設され、ジェームズ川の滝を迂回して石炭を運んだ。その一部は今も残っており、リッチモンドの名誉を京南端近くで見ることができる。この運河は、リッチモンドの北岸に建設された大きなジェームズ川かな運河ほど知られていないが、西に長く伸びている。1825年、ニコラス・ミルズ ビバリー・ランドルフ、エイブラハム・エス・ウールドリッチなど鉱山所有者の一団が市場へのアクセスを良くするために鉄道の建設を決めた。ウールドリッチ兄弟はスコットランドのイーストロシアンとウェストロシアンの出身であり、その鉱山会社をミッドロシアンと名付け、それが街の名になった。1831年、バージニア周発の鉄道としてチェスター・フィールド鉄道が開通した。 フォーリングクリーク近くの鉱山からジェームズ川滝線のドックまで石炭を運んだ。後にこの鉄道はリッチモンドダンビル鉄道やリッチモンドピーターズバーグ鉄道などと繋がれた。これらは南北戦争の前に完成しており南部の物資や人を運ぶために重要な役割を果たした。軍内には狂気鉄道も建設された。ファームビルポーハタン鉄道。 あとのタイドウォーターウェスタン鉄道は、プリンスエドワード軍のファームビルから、チェスターフィールド東部バミューダハンドレッドの小さな村まで延伸された。そこは、ジェームズ川がアポマトックス川と合流する点に近い港であり、現在のホープウェル市体岸にあった。この線はかなり前に廃線となり、路上の一部が、ポカホンタス州立公園入り口近く、ビーチ道路沿いに見られる。 レコンストラクション時代の後、リッチモンドダンビル鉄道は、サザン鉄道の一部となった。現在は、ノーフォークサザン鉄道に属している。1900年、シーボードエアライン鉄道がほぼ並行する線を建設し、視線がホープウェルに伸びた。鉄道産業の再構築が1960年に始まり、最終的に CSX トランスポーテーションがこれらに線を、 吸収した。南北戦争の間、北軍のはるかに優秀な海軍が、ジェームズ川を遡って、リッチモンドに迫るのを防ぐために、南軍にとって、ドリューリーズブラフが重要な防衛点になった。ピーターズバーグ包囲戦の時、軍内を通る長い防衛工作物が、南軍のリッチモンド・ピーターズバーグ防衛戦の一部だった。ピーターズバーグを通る鉄道が1865年に、 リッチモンドが陥落するときの重要ポイントとなり、事実上戦争を終わらせた。南北戦争後に州が解放奴隷の教育を支援するために設立した市販学校が、その後バージニア州立大学となり、ピーターズバーグとコロニアルハイツに近いエトリック地域に立地している。リッチモンドからは、ジェームズ川の対岸にあるマンチェスターが、 1870年から1876年まで、チェスターフィールド軍の軍長所在地だったが、その後、現在のチェスターフィールドコートハウスに戻された。一方、マンチェスター氏は1874年に、チェスターフィールド軍を離れて、独立氏となり、1910年には、リッチモンド氏との合意により合併した。現在は、サウスリッチモンドの一部になっている。コロニアルハイツは、 チェスターフィールド軍に属する法人化町だったが、1948年に独立市になった。半世紀以上の後にまで、この二つの地域は政府サービスのいくらかを共有し続けている。チェスターフィールド軍は四つの独立市に接しており、バージニア州法の下でそれらのどれとも併合問題が生じてきた。二十世紀には1944年にあったものを含め何度か、 リッチモンド氏への併合で領域を失ってきた。リッチモンド氏が1970年に軍の領域をさらに併合しようとした時に論争が生じた。1965年に軍内の51平方マイルを吸収するためにリッチモンド氏が起こした併合訴訟が弔問に付されている間にチェスターフィールド軍軍政委員会議長のアービング・ジー・ホーナーと リッチモンド市長のフィル・ジェバーグリー・ジュニアが個人的に会見して妥協案に達した。1969年5月、リッチモンド市とチェスター・フィールド軍は、いわゆるホーナーバグリー妥協案を承認し、1969年7月12日の法定判決に取り込まれた。このことで併合を妨害しようとしていた第三者を事実上締め出したので、かやの外に置かれたと考えた。 軍内で小さな通勤バス会社が運行権を持っていたが、拡張されたリッチモンド氏が、競合会社に権利を認めることになった。リッチモンド氏は、軍内の23平方マイルを併合し、その中には、消防署、公園と上下水道線などのインフラが含まれていた。合意の下で軍の教育学区も約1ダースの学校、支援建築物、将来の学校用地を、 リッチモンド市の公共教育学区の運営に遺憾した。併合された地域の住人はこの変更に不満だった。リッチモンド市公共教育学区は学校の人種統合に失敗したために連邦裁判所で人種差別廃止に関する訴訟に巻き込まれていたからだった。遺憾された学校には、ユグノー高校、フレッド・ディ・トンプソン中学校、 エルクハート中学校と八つの小学校が含まれていた。1971年、連邦裁判所は、これらの学校を自然体の人種差別廃止バス運行計画に含める命令を出した。この問題は1990年代に終わった。併合された地域に住む住民4万7千人の多くはこの動きに反対していた。彼らは7年以上、 合意をひっくり返そうと訴訟に動いたが失敗した。ある者は併合された地域を占領されたチェスターフィールドと呼んだ。リッチモンド氏の多くの黒人住民も併合が1965年選挙権法に違反すると主張して併合に反対した。リッチモンド氏は併合された地域の白人票を追加することで市内の黒人票の力を薄め、 黒人の選挙権を減らそうと考えていると主張した。1970年、併合前のリッチモンド市人口は20万2359人であり、そのうち10万4207人、52%が黒人の市民だった。併合によって4万7262人が増え、そのうちの4万5705人が被告人、1557人が黒人だった。 併合後、の人口は249,621人となり、黒人比率は42%に下がった。連邦裁判所では原告が勝訴した。リッチモンド氏は黒人が選挙での力を失わないように選挙区システムを作り、それまで自然体から市政委員を選んでいたシステムから変更された。選挙区システムでは4つの選挙区が圧倒的に 白人優位であり、四つの選挙区は黒人優位、一つの選挙区が白人49%と黒人41%だった。選挙区が導入されてから間もなく、リッチモンド氏は初の黒人市長を選出した。多くの政治指導者は、バージニア州法の併合法が地方の地域協業に対して障害を生み出していると考えていた。 1970年のリッチモンド氏とチェスターフィールド軍の事例から生じた問題は、衆議会が変更を検討した時に、地域協業に対する障害の例とみなされた。1979年、バージニア衆議会は、一定の人口と人口密度の基準を満たした軍は、恒久的に併合を免れることを宣言するために、地方巡回裁判所に請願できるという法を採択した。 チェスターフィールド軍など数軍が将来的にリッチモンド氏からの併合を免れる請願を行い認証を受けた。衆議会は州内の併合に関わる議論を認識し、1987年将来的な都市による軍部の併合について一時停止期間を設けた。2010年までとされた一時停止が明けても、チェスターフィールド軍は1981年の州による 免除認定があるので、リッチモンド市からの併合は免除されたままである。新しい税収あるいは別の合意ができなければ、隣接するコロニアルハイツ、ホープウェル、ピーターズバーグの各独立市から併合訴訟を受ける危険性はある。20世紀後半からチェスターフィールド軍はリッチモンド市のベッドタウンとして飛躍的に成長した。路面電車のリッチモンド・ピーターズバーグ都市間。 電気鉄道やボンエアーまでのサザン鉄道による通勤列車は1957年までに廃止された。両市から軍内にバスのルートが延伸されたが、1970年代にリッチモンド市とピーターズバーグ市の大型バス体系が政府の支援下に運行する形に転換したとき、軍は乗り換えバスの資金を出さなかった。バージニア・オーバーランド・トランスポーテーションなど、 民間の公害型バス会社は利益を出せず、州のデモプログラム認可を通じて、開業資金を手当てしても、同じだった。軍指導者は、軍民が地方間移動、通勤などに、自家用車を使うと考えた。人口が増えるにつれて、交通量も増え、大気質が悪化したので、軍に、バスの運行を求める者も,もいた。さらに問題を複雑にしたのは、大半の道路に速度がなく、 住民の自動車依存率を高めた。20世紀を通じて、バージニア州交通省は、週間高速道路や1級と2級の修道の整備を進めたが、人口が増え、自動車利用が増すと、すぐに車で溢れた。高規格道路を建設するために必要な資金源が不足していた。リッチモンド・ピーターズバーグターンパイクは1958年に開通し、 通行量再建を資金に建設され、リッチモンド市の北端からピーターズバーグ市の南端まで、アメリカ国道1号線や道301号線と平行に走った。その中でもチェスターフィールド群を抜ける部分が最長だった。週刊高速道路体系創設以前の考え方に従い、道路は1992年に無料化された。 ピーターズバーグに近い週刊高速道路85号線の北端部分を含め、元のリッチモンドピーターズバーグターンパイクはバージニア州中央部にあって、週刊高速道路95号線の重要部となっている。リッチモンド市のポーホワイトパークウェイの延伸部が1988年に開通した。チェスターフィールド群への延伸部はバージニア州交通省が運営し、 料金を徴収している。軍の遠心部は、修道1 5 5号線への出口に始まり、リッチモンド市の西にあるアメリカ国道6 5号線出口、ミッドロシアンにある修道288号線出口がある。南端はブランダーアミル開発地に近い。ポーホワイトパークウェイは、新しい高速有料道路であり、スマートタグや e a パスを所有するものは、 時速45内し50マイルで走行できる。修道895号線とも呼ばれる、長さ8.8マイルの有料道路、ポカホンタスパークウェイは、チェスターフィールド郡内にある、週刊高速道路95号線と、修道150号線交差点から、返来湖郡にある、リッチモンド国際空港近くの週刊高速道路295号線と、つないでおり、 リッチモンド市の南東バイパスになっている。この道路には、新水深リッチモンド港からジェームズ川を下る水路に、かかる橋桁の高いベトナム戦争退役兵器年橋があり、海洋航行可能な船でも余裕を持って通ることができる。修道895号線は、昔から計画が続けられ、州と連邦の資金が不足していたが、州が革新的な資金集めを行った。 1995年、バージニア州議会は公共民間交通法を成立させ、交通改善のために民間団体が設計、建設、資金繰り、運営に関する提案を行えるようにした。官民共同体の提案が州の承認を得た。この共同体はコストを回収するために通行料を集めている。リッチモンド地域の高速レーンの一つでの料金の 徴収には、スマートタグなど電子料金収集発信機を備えて、折れば、高速のまま通行できるようになっている。大型計画都市であるブランダーミルには会議場もあり、1977年に、雑誌、ベッター、ホームズガーデンズと全国住宅建設業協会からアメリカで最良の計画都市に指名された。アメリカ合衆国国政調査局によれば、 囲域全面積は437平方マイルであり、このうち陸地426平方マイル、水域は11平方マイルで、水域率は2.57%である。チェスターフィールド群はその境界線の大半を規定する2つの川に接している。隣接する主要都市は滝線と呼ばれるこれらの川の高校上限に作られた。この滝線の上は、 丘陵と岩のピードモント台地であり、滝船のもとは、砂質で平坦な海岸平原地域に標高を下げており、このために船舶が上流に行くことができなくしている。チェスターフィールド群内には両方の地域が含まれている。リッチモンド市とマンチェスター市はどちらもジェームズ川の滝船に作られた。軍北部の大半はリッチモンド市のサウスサイドと呼ばれる地域に入っている。 ジェームズ川は、リッチモンド市まで投流し、滝線からはほぼ真南に、約8マイル流れ、その後は東に流れる。隣接するヘンライコ軍が、リッチモンド市のウェストエンド、ノースサイド、イーストエンドまで広がっている。チェスターフィールド軍の南は、アポマトックス川に接している。軍の南部と東部の大半は、滝線上にあるピーターズバーグ市を含む。 トリシティーズ地域に入ると考えられる以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。2005年、チェスターフィールド軍はイングランドのケント州グレーブシャムボロと姉妹関係を持つことに合意した。テムズ川沿いにあるグレーブセンドの町がボロに属している。ポカホンタスがイングランド旅行中に死に葬られたのがこの町だった。チェスターフィールド軍にあるマトウカの町は北。 アメリカでポカホンタスが生まれた街と昔から考えられている。この姉妹関係は2007年にジェームズタウン設立400周年を祝うバージニア州の行事に合わせたものだった。2004年5月、チェスターフィールド軍は雑誌アメリカンシティビジネスジャーナルからアメリカで生活する最良場所17位に挙げられた。ナスカーのスーパースターデニーハムリンが軍を故郷としている。 ミッドロシアンにあるサウスサイドスピードウェイなど地元の短距離レース場で出場していた。スウィフトボートベテランズフォートルースの議長、ロイエフ・ホフマンが軍内に家を持っている。チェスターフィールド軍には法人化された町がない。しかし、軍機各部は、軍内の25の地域を認定している、チェスターフィールド軍コミュニティ指標報告書に、 コミュニティに関する情報が示されている、その他興味ある地域と国勢調査指定地域は以下の通りである。上記の町の多くはリッチモンド市あるいはコロニアルハイツ市を郵便用住所に使っていた。住民がチェスターフィールド群ではなく、これら両市に資産税を送金するという混乱があったために、それぞれノーザンチェスターフィールドとサザンチェスターフィールドという住所に変更されてきた。 軍内の公共教育は、チェスターフィールド軍公共教育学区が管轄しており、アメリカ合衆国教育賞のブルーリボン賞を受賞してきた。ありがとうございます。